そうそうそう。そしたら22号分から一遍行っときましょうかね。それか22号分は円墳、総円墳、ああ片っ端入られるんですね。直径10分、西側だけが石座路。はい、やってみましょう。ずいぶん傾いとるね。これはね、持ち上がれるというよりも傾いとるね、これはな。また入ってみようか。いやー、なんかやっぱり怖いね。これ今にも、あ、ここは持ち遅れになってんだ。ああ高さが2メーターちょっとしかないかね。うわ、これは怖いわ。上は1枚までございますか。あ、2枚か。結構大きいね、引っ越してくれたんやけどね。下が敷石がガタガタや。あ、硬そうですかね。はい、奥行きが7、8メートルあるかね。おっとっと、手前はね、1メーター、一番低いときは、ね、1メーターしかないな。1メーター2、30しかないか。一番低いとこね。そんなんでございます。ということは、これの反対側はどうなってるのか。反対側にもあるのかね。もう天井行きでございます。そういうふうやからね、どうなるんだろう。こういうことがね、もう形わからんな、これや。形わかりませんわ。この層がね、これはちょっと違うかな。天井席はないけど、これが39号分。ちょっと小ぶりでございますが、そうでないんやね。もう崩れたんだよな、手前が。これね、これちょっとね、崩れかけてるんですよ、ここは。39号分か。この上も5分なかったっけ。ここね。あら、崩れてんか。これが山形38号分。もうね、周りの石ももうないですわ。はい、だめね。ここは5分も書いてないね。あのね、これが総方風雲。そういうふうにだかな。そういうふうに。そういうふうやったらどっちが見たいんやろうな。そういうふう。ここに石があるということは、これに行き、こっちにもう行きあったんやろな。もう破壊されてます、こっちがね。可能性としてはそういうかもしれんな。これ向こうとこうだったんだろうな。片っぽはもう破壊されましたか。まあ開口がしてるっていうのはこっち側やからな。こっちからこう開口しちゃったよな、こっちに。はい、わかりました。そしたら山形2号分行ってみましょうか。靴をまず破壊ならダメだな、これは。この石がゴロゴロしてるんだけど。東大阪市郷土博物館常設展示場。
そらく南200m やから5分ぐらい歩かないからね、山道を。ここなんでございますかね、資料館がね、東大阪市埋蔵文化財収蔵庫でございましたか。違うやろな。これ大きなのな、何5分かね。これ12、5分やったっけ。帰んないね。これ大きいね。